やすさんです。ポッキーです。チェヒーです。今回は僕たち学部1年生から質問に答えていこうと思います。僕は出身が豊橋っていうこともあってすごい近くにあったからっていうことが挙げられて、自転車で通うことができて、それが一番の理由となっています。私は同じ愛知県内出身で実家にも帰りやすくて、あとは1年生の前期は家庭が決まっていないので、それで前期を過ごす中で自分の興味のある家庭を選ぶことができるのがとてもいいなと思って選びました。私の地元は北海道なんですけど、この学校に来た理由はやっぱり国際交流が盛んだったりだとか、あとは専門的な勉強もすごい充実しているなと感じて、この大学に来たいと思って北海道から来ました。じゃあ次に、今ここに来て1年生ですが、どんな勉強をしているかについて答えていきたいと思います。僕は電気電子情報工学課程という2系に所属させてもらっています。2系では主に数学をメインとしたことをやっていて、そうですね、微積も結構応用になってきたりとかしている感じです。私もやさんと同じ2系なんですけど、数学は本当に大切で頑張ってます。あとは実験でオシロスコープとかを触って実験をしています。私は情報知能工学科なんですけど、最近1年生の後期になってから専門的な授業が増えて、プログラミング演習だったりだとかアルゴリズムの勉強をしています。僕から言えることは、理科大っていうのは二次試験で数学だけを使うことになると思うんですが、数学をとことんやった方がいいと思います。特に微積はですね、そのできてないとですね、僕の実体験でもありますが、1年生の前期からですね、単位を落としかねないっていうやばいことが待っているので、高校生のうちにですね、微積をめちゃくちゃやっていた方がいいと思います。私は英語を頑張って、ぜひ頑張っていただきたいなと思います。課題は英語を使えるととっても留学生とかが多いので、交流の場が広がったりとかするし、TOEIC の試験が留学した時からあるので、ぜひ頑張っていただきたいなと思います。やっぱりこの大学は多くの留学生や高専生と関わることができるので、ぜひ住んでいる場所とかにとらわれずに全国からこの大学を目指してほしいなと思います。今回は僕らから質問に答えさせていただきました。ありがとうございました。じゃん。